涙こぼれて明日へ届け、その涙いつの日か強く強く糧になるまで、涙こぼれて大きく羽ばたけ、君のため遠くまで夢の音奏でて寄せれなくて、花鳥、風月、包まれて途切れぬ愛を運ぶ I love you。 生まれたわけを星がすべて知ってる、巡りゆく君がいる奇跡を見つめて、初めての気持ち、また見ぬ世界へ、そして今自分を変えてゆこうと思うんだ、私の呼吸と地球の呼吸を重ねていくと、愛も映す永遠に言葉にできない、愛おしき人よ、足りない愛をくれた人よ、涙忘れがち、些細だけどそこから気づき、愛乗り越えてゆけたら、そんな日々から幸せが絶え間なく生まれたり見えたりしてきます、無限の瞬き、あなたとかな喜び、共に道で転び、少し難しい日々のチョイスに、あなたの目となり私が照らし、涙こぼれて明日へ届け、その涙糧になるまで、涙こぼれて
強く糧になるまで涙こぼれて大きく羽ばたけ君のため遠くまで夢の音奏でて寄せれなくて花鳥、風つき包まれて途切れぬ愛を運ぶ I love youはい、ありがとうございました。初めてのエアマイショーに挑戦しました。27歳一発目のパフォーマンスということで、書かせていただいた文字は信じるの信っていう文字を書かせていただきました。大切なものを信じて、大事にしたいものを信じて、大切な人を信じて、自分の感性を信じて、そんな信を大事にする一年にしたいと思います。ありがとうございました。はい、今まで全部に感謝です。バイバイ。終わり終わり。はい、27歳になりました。よく30過ぎですかって言われることが多いんですけど、はい、私でも自分でも年が分からなくなることが多いんですけど、今日は27になったようでございます。ありがとうございます。はい、ですね、26歳は、すごくこういろいろ、毎年いろいろあるんですけど、おばあちゃん亡くなったりとか、新しく地元帰ってチームでプロジェクト立ち上げたりとか、いろいろ亡くなったり起こったりっていうことがあった年でございました。そして、27歳の今年は地元に、江戸時代中期の古民家をリノベーションしてゲストハウスを作るというプロジェクト、初めての、一人ではないですね、事業に、挑戦します。で、経営とかチームとか、事業とか、私にはもうすごく苦手なこともいっぱいあるし、わからないことだらけなんですけど、本当ね、こういろんな今までいただいたご縁、たくさんの方の本当に素敵なたくさんの方に恵まれているので、そのご縁に、ご縁を大切にしながら、ちょっとずつ成長していきたいなと思っております。で、ね、30にも近づいてくるということで、こう延々の子供みたいな部分もあるんですけども、こうちょっとずつなんか大人になっていきたいなって思っています。で、そうですね、なんかまとまらないんですけど、本当に26歳の最後にも思ったことでございますが、ずっとですね、人生通して人のご縁にだけはめちゃくちゃ恵まれていて、素敵な人に常々支えられておるなと思います。なんかね、今日このお着物も、素敵なお着物もなんかね、ご縁で、お譲りいただいたお着物なんですけど、こんな良き日にこんな素敵な土地に巡り合わせていただいて、素敵な人たちと出会わせていただいて、なんかそんなことが
ほんまになんか私の人生のすべてやなと思っております。で、そしてそんな中に恵まれて生きさせてもらってるこのご縁となんか生き方を少しでも多くの人にシェアしながら、すべての人が魂の底からキラキラ輝いて生きれるお手伝いができていけたらいいなと、そのためにこの名前と体と命を使ってこれからの先の長い人生も歩んでいけたらと思いますので、これからもぜひとも応援よろしくお願いします。そして私にできることがあればお力にならせてください。とりあえず幸せでございます。ありがとうございました。ダンシング筆文字職人チャドでした。またお会いできるのを楽しみにしております。あ、袖見えてもった。はい。はい、いやー、喋れないね。これさ、書けんけどさ、踊るっていうのはいいかね。なんか破れない、あの辺でなんかちょっと踊るんだったら素足で行きます、うんうん、あの辺で、うん。今日も最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。詳しい情報お問い合わせはホームページ SNS まで。またね。